こんにちは、ハリーです。このチャンネルはマジカルバナナをするとすぐにジュビロ磐田を連想してしまい負けてしまうハリーがジュビロ磐田を中心にサッカーについて語っていくチャンネルです。お気に召しましたらチャンネル登録の方をお願いいたします。というわけで今回は、第23節ジュビロ磐田対モンテディオ山形のプレビューを行っていきたいと思います。後半戦2戦目ですが、一つの大きな山を迎えるジュビロ磐田。前節で、連勝記録はストップしてしまいましたが、12戦負けなしで首位を走っているというジュビロ磐田が、ただいま絶好調のモンテディオ山形、9戦無敗の5連勝と、しかも前半戦で負けているチームをホームに迎え、今リーグを占うような大一番を迎えることとなりました。まあ調子いいですね。監督がスペインの監督に変わってから負けてないっていう状況なので、まあ、ここで長崎戦のように無敗の相手を破ることで、まあ、勢いを加速させていけるんじゃないかなと。時事説も上位の甲府と戦うので、この山形戦は落とせない一戦だなと。まくってくる可能性のある2チームなので、まあ、どちらも特に山形はここで叩いておきたいなというクラブなんですけども、まあ、松本山鹿戦を見る限り強いですね。はっきり言って強い、そしていやらしいチームだなと。まあ、山形のやっているサッカーっていうのはここ最近のトレンドのサッカーかなと思うんですけど、まず相手の攻撃っていうのは基本的にはディフェンスラインでまずボールを回し、もう一気にディフェンスの裏を狙うっていうパターン、プラス中盤を返すんですけど、ほぼパス1本パス2本でゾーン3まで持っていく、もう素早くゾーン3に持っていくっていう攻撃のパターンですね。で、結構もう全体的に前への推進力というか前へのベクトルが強いチーム、それは攻撃も守備も変わらず前へのベクトルが推進力が強いチームなので、まあ非常に厄介だなと。特に前半の体力のあるうちっていうのはかなり圧力を持ってくるチームなので、それに対してジュビロがどういう対応をしていくかっていう、まあ、前半で 0-0、 後半の途中まで 0-0 っていうスコアでいくっていうことが、まあこの試合は非常に重要だなと。まあ先制点取れればまあベストなんですけど、なるべく 0-0 の時間を長くして、後半のその、まあ、七海監督も言ってたんですけど、後半30分で相手の圧力が弱まってくるので、そこで一気に、勝ち切るっていうのが、まあ、モンテディオ山形に対しての勝ちパターンではないかなと思ってます。山形の特徴は、個から守への切り替えで、まあ、山形が攻撃から守備に切り替わるときに相手に優位性を持たせないようなプレーをしてくるっていうところが特徴。最近の何ていうんですかね、ストーミングサッカーというかプレッシングサッカーのあるパターンというか、手数をかけずにゾーン3までボールを運んで、そこから一気にまあシュートまで行けたら御の字、もしそこでシュートまで行けなかったら二次攻撃として今度はチーム全体で圧力を持って前に人数をかけて、たとえ相手にボールを奪われたとしても、そこから一気にプレッシングサッカーをして素早いカウンターっていうのを防ぐというか、相手の攻撃のファーストタッチの部分、最初のボール回しの部分で潰してくるっていう二段構えのチームなので、まあまあまあ厄介ですね。このなんかいやらしいサッカーですよね。最近なんか多いですけど、なんかこのいやらしいサッカーってトレンドなんだなと。その最初のディフェンスの裏へのロングフィードもかなり速いボールを蹴ってくるので、まあ、ディフェンスラインとしてはかなり対応しづらいと。自陣に体を向けた状態でボールをダッシュするか、もしくはその素早いボールに対してヘディングで跳ね返すか。でも後ろ向きで走りながらのヘディングなので、そう遠くまでを飛ばすことができなくて、なかなかこう攻撃にスムーズに移行することができない。守から攻への切り替え、守備から攻撃の切り替えの時にいかに相手を剥がせるか、もしくはそのロングフィード一発でルキアンなりフォワードの選手に当てるか、フォワードの選手がそこできっちりとボールを収めることができれば、モンテディオ山形の特徴を一つ潰せることになるので、今回はそこですね。山口戦のように前半早々で点を決められるとかなり苦しい試合展開になるので、まあ、今回も山口戦に引き続きやはりビルドアップっていう面が一つの鍵となるところだなと。
どういうパターンで、そこのビルドアップ、かなり前から前からっていうプレッシングが強いので、そこをいかに剥がして、ジュビロもゾーン3にボールを運べるか、どういう風に運んでいくかで、あまりにも手数かけすぎると今度は全体が一気に戻ってくるので、まあ、攻めたとしてもかなり硬い 4-4-2 の8枚がきっちり守ってくるので結構厳しくなると。なので、まあ、新潟戦のようなボールの奪い方ができればいいんですけど、新潟戦よりも、ディフェンスラインから一気にボールを前に運んでくるチームなので、なかなか中盤でボールをカットするっていうことができにくいチームですね。なのでジュビロ磐田も攻から守への切り替え、いわゆるネガティブトランジションの時に、いかに相手に自由なプレーをさせないかっていうのも一つポイントとしてあるかなと思います。で、まあ、今回のその山形に対してジュビロ磐田がどういう戦略を取るか、個人的には後半30分で相手が少し圧力を弱まるところでルキア、大津選手、山田選手を投入で、今回のスタメンはファビアン選手、小川航基選手、大森選手をスタメンに出すっていうのも面白いんじゃないかなと。相手が基本的には裏一発で抜け出す、プラスそこでキープ、ボールをキープして圧力を持って攻めてくるっていうパターンなので、高いフォワードを2枚置くことで守から攻への切り替えのタイミングでフォワードに当てる、もしくはファビアン、小川選手が裏に抜け出すっていう2つのルートを作っておく方が、特に前半のその相手がより圧力がある時には有効な手段ではないかなと思うので、今回は個人的にはその前3枚をひっくり返す、スタメンとその途中出場をのメンバーをひっくり返すっていうのは一つの手じゃないかなと思っております。まあ、やるかどうかは分からないですけど、まあ、それは一つの手じゃないかなと。であとはそのやはり裏への抜け出し、前への推進力、かなりドリブルでゴリゴリ来るサイドでの選手は前のドリブルでゴリゴリ来るので、鍵取りになるのはサイドの攻防ですね。小川大輝、おそらく小川大輝選手、松本雅也選手がいかにその1対1で負けないか、そこで1対1で負けないこと、山形の基本的にはそのサイドで起点を作ってからのサイドにボールを当ててからどう攻めていくかっていう攻撃のパターンになっているので、そのサイドの攻防で負けないっていうことが非常に重要ですね。前節の山口戦ではプレッシングので引っかかっての1失点、あとはサイドの守りが甘くなりスルーパスを通されての2失点だったので、山口戦で浮き彫りとなった課題をどれだけ修正できているか、どれだけその課題を克服できているかっていうのが問われる一戦になるかなと。課題が修正してなかった時には大苦戦するんじゃないかなと思っているので、まあ、この1週間でどれだけそこのビルドアップの面、センターバックとウイングバックの守備の連携がどれだけ高められるかっていうところが一つポイント。攻撃に関してはプレッシングでディフェンス陣も前への圧力っていうのが、前の推進力を強めてくるチームなので、意外とファールが多いチームなので、できる限り相手のゴール前でファールをもらい、まあ、やっとさんという飛び道具があるので、まあ、やっとさんのフリーキックで1点を奪取していくと。今回なので今季は基本はセットプレープラスジュビロ磐田が守りから攻めに行くときにフォワードがいかにボールを収められるか、ルキアンなりファビアンなり小川航基選手っていうのがそこできっちりボールを収められる、もしくは裏へ抜け出してチャンスを作るっていう試合展開になるんじゃないかなと。なんで意外と今回は中盤を省略したディフェンスラインとフォワード、ゾーン3ゾーン1での駆け引きっていうのがかなり重要になってきて、ゾーン2は意外と今回は省略されやすい。なのでやっとさんももしかしたらそのゾーン1でのボール回しに参加して一気に裏を狙うっていうパターンを、ビルドアップの一人に加わるの可能性も高いかなと思っております。なので、まあ、ジュビロ磐田はもうサイドに攻撃のキーとなる選手がいて、さらにフォワード、まあ、正直フォワードをルキアン、ファビアン、小川航基選手っていうのはかなりクオリティが高く、身長が、まあ、山形の選手ってそこまで身長のあるチームではないので、身長での優位性、あとはファビアン、ルキアン、
小川航基選手の個人技による突破、もしくは車道の位置にいる、まあ、大津選手、山田選手、大森選手の個人技での突破、あとはサイドでどれだけジュビロ磐田が押し込んでいけるか、このあたりがポイントですね。あとはまあつまらないミスからの失点っていうのをいかに防げるか、もうこのあたりが、モンテディオ山形戦での、まあ、キーとなるポイントかなと思っております。この試合勝ってね、13戦無敗という記録、首位を保持して後半戦、やっぱりジュビロ強いじゃんっていうところを見せてほしいなと思う試合です。頑張れジュビロ磐田、いつまでも応援しております。以上、ハリーでした。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。